皆さんこんにちは、風見亮太役の有沢翔太郎です。いやもうキャッチコピー通りムズキュンですね。はい、なんかキュンキュン具合がちょうどいいというか、まだ僕その社会人を経験してないので、なんかどこがどう共感できるってことじゃないんですけども、なんかふんわり自分の中でなんかそういう人たちに対する憧れだったりとか、なんかすごい共感性があって、僕は楽しくこの作品に触れさせていただきました。今回荒木さんと共演させていただくんですけども、荒木さんとは稽古と場当たりまでやって本番が違うっていう前回だったので、今回やっと一緒に共演できるということで、それがとても楽しみです。まあ初演も経験して、すごく僕なんかこの4人で作り上げる雰囲気が大好きなので、今回は最初から自信を持ってこの風見亮太を演じさせていただきたいなと思っておりますので、皆さんキュンキュンさせに行きますんで覚悟しておいてください。まあ、あんまり僕自身はなんかそのフィールドを選んで戦うタイプじゃないので、その現場に飛び込んで、無理でも飛び込んで、そこでなんていうんですか、一生懸命もがいて戦うっていうのが僕の今までのスタイルなので、割とその自分が戦いやすいフィールドでやるんじゃなくて、挑戦してみたいジャンルとかで無理と思ってることでもちょっとやり遂げることが僕としてのちょっとやりがいなので、そういうなんか恋愛ドラマ見てキュンキュンすることだったり、漫画見てキュンキュンすることもあるんですけども、僕にとってのムズキュンはもう子供ですね。最近なんだろう、ムズキュンがどういう感じなのか分かんないですけど、僕にとってのムズキュンはもう苦しいですね。最近もう子供を見てるともう苦しい可愛いみたいな、なんて言うんだろう、もうなんかもうしんどいみたいな。なので僕にとってのムズキュンはもう本当に息ができなくなるぐらいのキュンキュンだと思うので、皆さんも息ができなくなるぐらいキュンキュンさせたいです。何度も言いますけどキュンキュンさせたいと思いますので、皆さんキュンキュンしたい方、キュンキュンに飢えてる方、ぜひこの逃げるは恥だが役に立つ劇場で足を運んでみてください。よろしくお願いします。お待ちしてます。